大変な事態が起きておりました。 DHC テレビの MeToo 何かというと、今回はこの腰つべ版ですね。腰つべ、はい、あの人気ネット番組真相深入り虎ノ門ニュースの10月5日の武田邦彦先生とかの会がスパム、詐欺、迷惑行為に当たるとかで削除、そのペナルティを受けて9月20日の放送は別チャンネルで放送しておりました。もちろん真相深入り虎ノ門ニュース、スパムとか詐欺とかそんな番組ではありません、ありませんが、とにかく YouTube がそうだもーんって決めたら削除されちゃう。あ、今混乱してませんか。この動画を撮影しているのは9月20日、平成最後の9月20日です。そして削除を受けたのは平成最後の10月5日の回、まあ、つまり未来の番組の内容を精査したところ、詐欺、スパム、迷惑行為、バンバン番組が削除されてしまうと90日間のペナルティを受けます。そのペナルティの一つがですね、ライブ配信ができない。そこで9月20日の虎ノ門ニュースは急遽別のチャンネルから配信しておりました。虎ノ門ニュースを配信する DHC テレビとしてはですね、納得いかねえよと言ったかどうかはともかく、異議申し立てをするフォームがあるんで、そこから異議申し立てをされているそうです。仮に異議申し立てが認められなく、さらに90日間のペナルティの間に2つ、あと2つ番組が削除されてしまうと、ワンストライク、ツーストライク、スリーストライクとなってですね、バーン。ちなみに宮脇チャンネルがカッコ仮になった時ですね、バーンされた時は警告なしの一発レッドでした。9月20日配信の虎ノ門ニュースでは早速これを取り上げてですね、状況を説明していました。 YouTube から細かな説明はないそうです。でこれはですね、武田恒康さん、和也さん、そしてこの MeToo 宮脇、MeToo 宮脇のところにも、全く説明はございません。つまりは YouTube 次第ということ。あのこんな感じですか、和也さん、和也さんもですね、電話で出演して YouTube はタイムマシン作ったのかななんてことをおっしゃっておりました。で今回虎ノ門ニュースが、まあ、削除の対象になったのは、ライブ配信を DHC テレビは予約しているんですよ。でここに書かれている内容がいくつも同じなんで、それがスパム行為、迷惑行為になったんではないかという推測をされていました。私も同意します。古典的なスパムの方法で同じ内容をひたすら投稿するというものがあります。投稿する側は一つのネタでですね、何度もこう新しい用本で出すことによって露出機会が増える。一方でサービスを提供するネット企業からすると、同じものずっと出されても迷惑なだけ。それどころかそれを見に来た普通のお客さんからすると、なんだよこの店いつも同じ出し物しかやってねえじゃねえかよってなっちゃうんで、これは大体のネットサービスが禁止していること。私がバンされたチャンネルにせよ、和也さんの番組にせよ、繰り返し同じ内容を配信はしていない。何より虎ノ門ニュースは月曜日から金曜日までの朝8時から10時の間の生放送、同じ内容を放送できるわけがない、できるわけがないのですが、配信予定のページはですね、決まっているものを載っけているんで、それをバーン祭りに参加している人たちがですね、通報した。それが偶然、まあ、YouTube の何かシステム的なものにこう合致して削除になったんではないかと。これは以前の動画でも指摘しましたが、 YouTube が動画を確認する際に正しい日本語の文脈から理解しているかというとクエスチョン、ただし一切確認をしていないとなると後々裁判とかになった時に面倒なんで、確認はしているんだろうと思います。ではその確認作業がどう行われているかというと、 YouTube の通報には具体的にどの箇所が問題になったかということを書くんですね。で、YouTube 側の確認作業は通報の内容と通報にあった動画の箇所を比較して
同じことが書いてあったらそれでアウトというレベルの確認作業なのではないかなと見立てております。虎ノ門ニュースも同じような、ま、手口で偶然引っかかってやられちゃったんじゃないかなと。それでは実際にそんなこと可能なのかということやってみせますね。こちらが今後 DHC テレビが配信しようとしている番組一覧で、この中からですね9月28日の回が豪華てんこ盛りスペシャルとなっておりますのでクリックします。大変な事態が起きておりました。この動画を撮り始めた段階で DHC テレビのライブ配信予定ページを見ることができたんですよ。で、実際見たこともない未来の番組に対して報告ができる、まあ報告はしてませんよ、してませんけど、そういう画面まで行きますよということを案内しようとしていたのですが、 2,3 度ですねこう撮り直しているうちにそのページにアクセスできなくなっちゃいました。多分資格停止されたんで、ライブ配信の予定そのものが削除されちゃったか停止されちゃったからなんでしょうね。いずれにしろまだ誰も見たこともない番組に対しても問題ありって報告できるのが YouTube の仕組み。これはもう YouTube の惨めな失敗と言って良いでしょう。システムの欠陥を突かれてるわけですから、そのシステムの欠陥を突かれて、かつそれを放置している。一方で保守系動画あるいは保守系番組、もっと言うとこんな人たちじゃない、ね、こんな人たちじゃない番組が削除されているという現状を放置しているのはもはや政治の怠慢です。たかが一民間企業がやっていることとはいえ、特定の思想信条を持った人たちの暗躍が疑われ、その彼らの手口はもうネット上で公開されている。公開されているにもかかわらず、その仕組みを YouTube が放置している。すなわち消極的ながら是認している、認めているという状態になっていると見られても仕方がない状態なわけですよ。これをですね、YouTube 側が、はい、私たちはこちら側ですと堂々とね、宣言しているんであれば、まあそれは一つの態度でしょう。しかし、私たちはあくまで中立ですみたいなことを装っておいて、こちら側に加担しているのは日本の消費者、まあ、つまりは日本の国民を、ね、こちらの思想に誘導していると見られても仕方がない。それをですね、今現時点では放置しているのが政治なんです。まあ、こんな人たちのように初任官門だとかね言いませんけれど、まあ、総務省の委員会ぐらいにはですね、まあ、Google の日本法人の YouTube 担当者をですね、Hey, come on! と呼びつけて、どういう仕組みになってるんですかということを問いただすぐらいのことをしないとダメです。Google が言うこと聞くのは、広告主の話と、あとはやっぱり政府系には弱いんですね。EU なんかでは年がら年中呼び出し食らってて、反論したり裁判で戦うんですが、まあまあ、やっぱりお国には勝てないっていうんで、軌道修正していくんですね。で、今日本は政治が動かないんで野放し。今後 DHC が本気になった時に徹底的に戦う能力と体力のあるところに、まあ、こんな人たちが喧嘩売っちゃったっていうのが今回の虎ノ門ニュースの削除、まあ、裁判になればどういう戦い方をするかによっても違いますが、例のバーン祭りの掲示板、匿名掲示板にですね、誰が書き込んでんのか、これの開示命令、IP の開示命令とかやると、個人を特定することも不可能ではない。まあ、匿名の闇に隠れて、まあ、文字通り暗躍していたこんな人たちが、こう、白日のもとにさらされる、そんな日が間近に迫っているんではないかなと思う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。
安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。